ンドテックの弘中です。こんにちは、サウンドテックの末富です。本日もサウンドテックプチ始めたいと思います。今回は3回目、はい、まだ3回目なんですけど、まあ、今回もゆるくやっていこうと思います。お願いします。で カテリーナ・グジーさんっていうウクライナの女性なんですが、まあ、ウクライナって今戦争をやってますが、十数年前日本に来られて、日本でバンドゥーラ奏者と知ってというか歌手としても活躍されてますが、チョルノービリ原発の事故に遭われた人なんですね。まあ自分の帰る村がなくなっちゃった人なんですが、今現在は日本に住まれて、戦争があって出ずっぱりという感じでテレビなんかでメディアに、でその方が演奏されているのがバンドゥーラという民族楽器なんですが、でここにちょっと写真載ってるんですが、バンドゥーラっていうのは、まあ、ウクライナの民族楽器なんですけど、リュートとチタだから横にしてこう爪でこう演奏する弦楽器があるんですけど、リュートはこっちでギターの弦器みたいなんですよね。でそれを足して2で割ったような感じの楽器で、弦がなんと60本前後あるのかな。この前テレビでカテリーナさんが言ってたのは65本あるって言ってましたけど、長弦で嫌になるなって感じですけど30年前くらいに私ウクライナのルーツクという町のラジオ局のディレクターのユーリっていう人から、まあ、連絡が来て、なんか日本の CD を送ってくれって、で いろいろもうそれから交流があって、いろんな向こうから、まあ、メールとかできないまだ時代だったですけど、ユーリの演奏するテープを送ってきたり、こっちもいろんな日本の CD を送ったりしてたんですけど、まあ、それでウクライナとか言って何者じゃみたいな感じで、興味持っていろいろ調べてる、まあ、歴史とか、まあ、当然文化とか調べるんですけど、その中でバンドゥーラっての出てきて、ずっと気になってたんですよね。でずっと気になってて、なんとその演奏する人が今日本にいるって分かって、このカタリナさんに連絡取って CD を、これともう一枚このファーストのやつ、そのバンドゥーラに大変興味を持ちまして、で数年前やったかな、あのカテリーさんに連絡を取って2枚購入して、まあ、それ以降もこう買ってるんですよ。でおこれがバンドゥーラの本当の音だみたいな。でこのアルバム、セカンドアルバムなんですけど、バンドゥリステ2っていうアルバムから2曲続けて聴いていただきましょう。
いかがでしたか？弦が60本ぐらいあってすごい綺麗な音がし、なんか泉にいるような、うん、あの声もすごい美しいし、聞いたことがない楽器の音がすごいしました。ぜひこういう、まあ、これはウクライナの民族音楽なんですけど、世界中にもたくさんのいろんな民族音楽があって、で日本にも、まあ、純邦楽とか言われてますけど、ほんとたくさん種類があるんで、まあ、普段からそういうのを聞いてもらいたいなと。ドボルザーク、まあ、チェコの作曲家ですよね。幕末から明治の初めあたりなんかな、日本なら。そういう作曲家で、まあ、多分小学校とかで習ってるんでみんな知ってると思うんですけど、その中で多分ね、あまり演奏されないかもしれないピアノ三重奏曲第4番ホタンチョウ作品90、まあ、通称ドゥムキーって言われてるんですけど、じゃあドゥムキーって何かと言いますと、今までかけてきたあのウクライナとこれ関連がありまして、ウクライナの民謡の形式にあるんですね。ちょっと激しい部分で緩やかな部分っていうのがこういう風につながっているような、それをピアノ三重奏曲で表現したというのが4番なんですよ。それをの1楽章目聞いていただきます。スークトリオ、当時だからチェコスロバキアですよね。1977年の録音でプラハのスタジオで、プラフォンっていうあの国営の当時のチェコスロバキアのレーベルと日本コロンビアが共同制作したアルバムで、高校生の時かな、自分がその当時から聴いてるやつの、これはまあ CD になるんですけど、スークトリオっていうのはヤンパネンカという、まあ、チェコの有名なピアニストで、まあ、リーダーのヨゼフ・スークという人は、まあ、バイオリンの人なんですが、チェロはヨゼフ・フッフロというチェコでは有名だった人の3人のトリオの演奏です。これもうかれこれ40年ぐらい聴き続けてきたアルバムなんですよ。ではそれではどうぞ。いかがでしたか？クラシック学生時代のなんか教科書とかで見るぐらいで、自分で CD を買って聴くっていうことがなかったんですけど、うん、
こうやってオーディオを買ってクラシックの CD 今聞くと抑揚だったり起承転結だったりすごいオーディオでクラシックを聞くのって楽しいですね。ウクライナにジャズはあるのか、まあ、あるだろうっていうのは分かるんだけど、旧ソ連にフリージャズは絶対ないだろうと思ってたら いたりしたからね。それもものすごい連中ばっかり、そういうのもあるから、とにかくウクライナジャズ検索してみる、うん、そしたら名前も読めない人が出てくるアルバムタイトルなんですけど、タトランスキーチャイ、 CAJ と書いてどうもチャイと呼ぶらしい。なるほど、うん、でこれ入って何のことかなってで調べてみたら、スロバキアのリキュールだったんですよね。もうでもこのバンドのがどういうバンドなのかとか、だいたいこのリーダーどういう人なのかっていうのは恥ずかしながら分かってなく、ただ楽しんでるだけという状況で、その前によかろうというかで聞いてみてください。どうぞ。いかがだったでしょうか。かっこいいですね。かっこいいでしょこれ。はい。なんか今まで聞いたジャズとかのフレーズにはない感じの雰囲気を感じました。明るいというか、なんか最近の音楽に少し通じるような新しい音源なのかなって思うんですけど。2014。ああ。まあ最近といえば最近。そうですね。本当この人たち今どうしてるのかね。本当に心配になる。戦争に出てるのかな。男はみんな戦士、ね、私の好きなボクサーも戦士、自分の知ってるユーリは確かね心臓病でもう亡くなってるかな、息子さんから手紙が来てそこには住んでませんみたいな話になって、まあそれでもめげずにウクライナに興味をずーっと持ってきたらなんとこんなことになっちゃって、うん、いつから来たいなって思ってたんだ。エンディングは今回はプレスリー、フランク・シナトラの前のアイドル、ビング・クロスリー、ホワイト・クリスマスとかでも有名な人ですけどね、ジョージ・ガーシーの曲ばっかり歌ったアルバムです。いろんなアルバムに入ってたやつをジョージ・ガーシーの曲ばっかりを集めて作った CD だと思うんですけど、40年前ぐらいにこれの LP 持ってて、なんか本当毎日のように聴いてた時がありました。でその1曲目、スワニー知ってます？知ってました。聴いたらあこの曲だってなりました。多分こんなのみんなそうじゃないかと思う。何かしらの BGM とかで使われてることがあるから知ってるんでしょうね。ジャケットのウクライナ特集に合わせたかな、青と黄色で。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。
long time. Never thought I'd miss you so. Somehow I feel your love was real. Here you are, I long to be. The birds are singing, it is song time. The banjo's strumming soft and low. I know that you yearn for me too. Swanee, you're calling me. Swanee, how I love you, how I love you, my dear old Swanee. I'd give the world to be among the folks in BIX. I even know my mammy's waiting, praying for me down by the Swanee. The folks up north gonna see me no more when I go to the Swanee shore. Swanee, Swanee, I'm coming back to Swanee. Oh, mammy, little mammy, I